今日はほぼ虎一点もし張りへハリス氏住宅購入支援で中間層アピールという記事からですね、取り上げたいと思います。まあ、11月のアメリカの大統領選に向けて民主党の全国大会が19日に開幕しています。まあ、かつてはですね、ほぼ虎から核虎ムードがなっていたんですが、まあ、このあたりが今最近のですね、薄らいで、足元ではですね、バイデン大統領の後継候補となったハリス副大統領が今怒涛の追い上げを見せているということがあります。まあ、各種世論調査によればですね、ハリス氏は今これ激戦州で支持を拡大させて、一周除いてトランプ氏をリード、もしくは追い上げている状況というふうになっています。まあ、ハリスがですね、先週発表した公約の中でですね、4年間で300戸の新規住宅建設や、初めての住宅購入者向けに物件を建設する業者を対象とする税制優遇措置というのがありました。まあ、それを受けてですね、アメリカの住宅建設大手 D.R. ホートン、まあ、こちらの方の株価がですね、非常に今上昇しています。まあ、これを受けて8月20日のですね、日本市場でも銘柄コード1911の住友林業、こちらの方がですね、一時 7.9% 高と、まあ、大幅に続伸しています。同社はですね、8月の8日、米国の住宅事業の好調を理由にですね、今12月期、通期の業績予想、これ、情報修正をしています。まあ、売上高、従来予想を300億円上回る2兆950億円というふうになっています。まあ、これ前年、前期比ですね、20.9% 増というふうになっています。営業利益の方もですね、185億円上回る1800億円。まあ、これ前年同月比 22.7% と見通しを発表しているという状況です。46のアメリカの一戸建ての住宅の受注戸数は1、3月期の同年、前年同月比 19% 増から、まあ、12% 減と今減速したものですね、1月から6月までで、同 2% 増と想定よりは、まあ、堅調というふうになっています。まあ、住友林業に、ね、他の言いますよね、アメリカ全土で、今力を入れている、住友は、すみません、積水ハウス1928、あとは大和ハウス1925も注目されるんじゃないかなというふうに思います。まあ、特に、積水ハウスは今年の4月にアメリカの MDC の買収を、まあ、完了して、アメリカでも有数のホームビルダーと今なっていますので、引き続き注目。あとは大和ハウス、こちらの方も、アメリカの戸建て住宅事業、まあ、好調ということで、7日に発表した決算発表ではですね、こちらも業績予想を上方修正しているということと、あと1000億円上限のですね、まあ、自社株買いも発表していますので、まあ、この住友林業を含めた、この3銘柄、引き続き、まあ、注目されるんじゃないかなというふうに思います。まあ、その他ではですね、住宅の建材、あとドアの事業でアメリカに強みを持つ、サンワホールディングスですね、5929、あと住宅の水道管に使 う関連のところで、信越化学4063というところです。まあ、その他では、ミニショベル、あとフローラーローダーの、6432の竹内製作、まあ、このあたりがですね、非常に注目されるんじゃないかなというふうに思います。まあ、その他では、セメントの販売量増の機会から、5233の太平洋セメントというところになっているというところです。はい、今日はですね、ハリス氏のですね、まあ、公約からですね、関連銘柄、ちょっと取り上げてみました。